戦後の混乱期から現代まで60年に及ぶ親子三代の生と死を描く壮大な大河ミステリー。テレビ朝日開局50周年記念ドラマスペシャル、警官の地。俺警官になる。昭和23年、家族を養うために交番勤務の警官となった一人の男。自分は安城誠司と言います。そんな彼が美少年連続殺人事件に遭遇。しかしそれは警察内部の深い闇へ引きずり込まれる入り口であった。天王寺のご自宅が燃えています。警官となることを宿命づけられた三代の男たち。君にはいい警官の血が流れた。鍵を握っていたのはその全てを監視していた警視庁公安刑事。正義と因縁の狭間に揺れる男たちの歴史。ただいま。巨大な陰謀に翻弄される彼らを献身的に支えるのは愛する妻と家族、そして恋人。出演は江口洋介、吉岡秀隆、伊藤英明、椎名桔平はじめ超豪華キャストが集結。親子三代に受け継がれた正義の血と巨大な闇との戦い。60年かけてたどり着いた真犯人。警察組織をも揺るがす衝撃の真相とは。どうして俺じゃないと言わない。テレビ朝日開局50周年記念ドラマスペシャル、警官の地。この後すぐ。ミニチュアダックスのためのベストバランス、チワワのためのベストバランス、シーズーのためのベストバランス、トイプードルのためのベストバランス、犬種で選べる専用フード、愛犬元気ベストバランス。知ってる？ブルーレイディーガだけが 5.5 倍でもブルーレイはディーガ、綺麗なわけだ。パナソニック。本番中に仕上げるぞ。そのムカムカにサクロン、安定化揚力素は胃に密着し修復します。ムカムカスーッとサクロン。サクロン今日も元気出していきましょう。エーザイ。 The power of dreams。大人にクライマックスな赤外表、二人のセブンシーターストリーム HDD ナビエーション。光会社 CM 作るって大変なんですね。誰が出るんだとか、タレントは無理だよみたいな。僕が出る分にはほらお金かかんないですから。光 TV。 ケンタッキーのね、ケンタッキーのオリジナルチキンは一本一本お店で手作りだから美味しい。ママの手作りも焼きたてアップルパイ付き、お得な990円。行ってきます。今までもこれからもママはあなたの追っかけです。追っかけフォーカス搭載カード愛情サイズ、ずっと見てるよ。パナソニック。あなたの風邪はどこから？私は熱っぽさから。そんなキサさんには青のベンザ。あなたの風邪に狙いを決めて、ベンザブロック。 IP 風邪、熱から来る人は青のベンザ。祖父は罪を抱いた。父は罪に打ちのめされ、息子は罪を飲み込んだ。ここに罪がある。ここに人間がいる。
祖父の安城誠司だ。祖父は昭和32年谷中墓地にある天王寺駐在所に勤務する警官だった。隣接する五重塔は不倫を清算する男と女の放火心中事件で炎上した。祖母もいる。幼い頃の父も叔父も。父は9歳だった。なんと僕をせき立て泡立たせる映像だ。この永田写真館の先代が撮ったフィルムに我が安城家の波長の謎がひっそりと込められていた。お前が何だよ。あいつこの人は柔らかで穏やかな微笑みを浮かべる。だが目は笑っていない。ヤクザの目だ。ヤクザが自らの意思を押し通す時の一切の妥協を拒否する目だ。暴力の裏付けを匂わせる危険な輝きすらある。組織も仲間もその笑わない目に騙された。僕も父も祖父も。安城の孫が明日俺に会いに来る。一体何のために。孫の和也は売り出し中の刑事らしいが来週査問にかけられ処分を受ける。泣き言なら聞いてやる。お前のじいさんとは友達だった。お前の父親は俺が親代わりで育てた。今度は孫のお前を助ける番だと。来るなら来い。あのピラニアだけは許せない。祖父を殺し父を狂わせたあいつだけは。80になる俺の頭に去来するのは初めてできた親友ともいえるあの3人の警官仲間だ。祖父にはかけがえのない3人の友達がいた。警察官採用試験の時の同期生だ。中でも安城誠司は勝負の目のようにまっすぐで真っ青だった。羨ましいほど潔い男だった。おい、ほら歩け。ほらおい、どうした。おい、大丈夫か。勝手に休むな。ほらこの炎天下で力仕事だ。水ぐらい飲ましてやれよ。なーに、これしきなってさ。おめえらみたいな根性なしがいたから日本は戦争に負けたんだよ。日本が戦争に負けたのはな、あんたみたいな融通の利かねえ上官がいたからだ。なーに、これやろ、これ。
ただいま。おかえりなさい。あ、帰りました。あら、やだ、どうしたのその顔。あ、いや、すまん。どうして謝るの。誠司さんが悪いんじゃない。誠司さんならすぐにまた仕事見つかるわ。ああ、病院で。病院？どっか悪いのか。それで出てったのか。そうじゃなくて、赤ちゃんができたみたい。本当か。うん。そうか。赤ちゃんか。そうか。いや、俺たちナナちゃんか。そうか。よし、そうか。いや、赤ちゃんも誠司さんも私が食べさせてあげる。だから心配しないで。決めた。俺、警官になる。警官？ああ、俺は頑固で融通が利かない。悪いことは見過ごせないし、秩序だったことも好きだ。だから警官に向いてると思うんだ。給料は安いが。これだけあればなんとかなるけど。おい、なんだよ、俺には無理か。嘘じゃなくて、警官って危険な仕事なんでしょ。どんな仕事だって危険はつきものさ。針仕事だって指を怪我することだってあるじゃないか。そうだけど。そうか、赤ちゃんか。お前たちは今日から2ヶ月間寮生活をすることになる。たった2ヶ月で警察官として必要な教育を叩き込む。猛特訓になるぞ。確保しろ。はい。これから班分けをする。軍隊で下士官以上の階級だった者は前に出ろ。階級は？帝国陸軍伍長であります。お前は？自分も帝国陸軍伍長であります。外地は行ったのか？は、北西。うん、お前の階級は？帝国陸軍歩兵少尉です。幹部候補生からか？はい。連隊は？桜です。歩兵57連隊第一師団か。というと戦地は？フィリピンです。レイテから復員しました。レイテか。南方戦最大の激戦地だ。よく見て帰れたな。一同を兵員なる。解散。早瀬君だったな。ご苦労だった。
法務省の所長、西郷さんだ。私の息子もレイテだった。戻っては来なかったけどね。申し訳ありません。生きて帰ってきて謝ることはない。いつか戦地の話を聞かせてくれ。同じ班か。よろしく。よろしく。久保田勝利と言います。千葉の浦安出身で22です。よろしくお願いします。よろしく。俺は香取萌一、宇都宮から来た。よろしく。よろしく。安城誠司、もともとは浅草なんだけど今は谷中に。あ、よろしくお願いします。あ、よろしく。久保田勝利と言います。私は恥ずかしながら戦争に行ってませんが。あ、よろしくお願いします。早瀬雄三だ。よろしくお願いします。一本もらっていいかな。ありがとう。レイテと随分とひどい戦場だったんだろう。
さ。あの島には綺麗な蝶がたくさんいた。本当に信じられないくらいの綺麗な蝶が。ああ、俺明日から坂本署だ。安城は？俺は上の署だ。お前どこだっけ？あ、浅草署です。早瀬さんは小久署でしたよね。ああ。晴れて警察官となる諸君いいか、警察全体の信用を傷つけたり不名誉となるような行為は断じてしてはならない。それができない者は警察官ではない。お、敬礼。ほい。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体。何眠の並木を愛子が男に体を売るらしいよ。え？この公園にはその手の男が大勢やってくんだってさ。買うんだよ。赤いカンナの花が散り袖散らぬ花びら風情隣の村へお嫁入り、お土産は何？籠の言葉もたった日いついつまでも。早く出世して警察署長になる。署長なんかになってどうするんですか。僕はね、ロックのグレン隊をビシビシショッピーでやりますよ。 ありがとう。俺は私服刑事になる。できれば公安。お俺は月給取りになりたかった。女房に苦労させたくないから。でもさっき思ったんだ、あの公園には職人もいれば勤め人もいる、先生もいて歌い手もいた。みんな戦災で家を失った町の人たちだ。俺はそういう人たちを守れる警官になりたい。すごい。いいのか。え、こんなとこで飲んでて。そうですよ、早く帰ってあげなきゃ。おお、そうだよ、女房2ヶ月もほっぽらかしてな。バカ言うな、仲間でこうやって飲んでんだ。女房なんか。女房なんて何ですか。タズ、誠司さん、おー
ただいま。おかえりなさい。あ、ただいま。あ、お世話になりました。おかえりなさい。うわ、制服似合ってるよ。そうか。大きくなったな。いや、お世話になりました。警視庁巡査安城誠司、昭和23年10月1日をもって上野警察署勤務を命じられ、ただいま着任いたしました。よし、襟が曲がってる。おかしなたるみを作るな。体格の位置が違う。練習場で民主警察がなんたらかんたらくだらんことを吹き込まれてきたんだろうが、警察は警察だ。市民に甘い顔をしていたら治安は守れない。怖がらせろ、威嚇しろ、市民にも犯罪者にも怖がられてなんぼだ。わかるか。はい。何がわかるんだ。は、今のは何だ。民主主義に戻る行為か、暴力か、官権の横暴か。え、なんだ。言ってみろ。教育訓導。教育訓導であります。その通りだ。納得したか。はい。ほんと邪魔。もうな、待ちなさい。ちょっとばかし歌がうまいからってさ、いやがんじゃないよ。自分やないもん。やっちゃえよ。どこ行くのよ。もう感じな感じな。泥棒猫。下谷にまで出っ張ってどうすんのよ。縄張り荒らしてどうすんのよ。待って。手加減して。顔はダメ。顔は軽く軽く、ね、これ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 、はい、薄来。いや、おい、何してんだ。おい、ポリア、おい、ポリア、ポリア、おい、ほら、大丈夫か。おい、ないでよ。おい、おい、ちょっと待ってくれ。おい、おい、お前さ、仲間内で起きたことだ。今あんたが出てっちゃまずいな。どうしてですか。警察があの子の側についたとなりゃ、そん時はいいかもしんねえけどよ。ね、緑はあの子連中の中では生きていけなくなんだ。緑って言うんですか。いや、そんな大げさなことじゃなく、怪我もしてるようだし、いたぶった連中をぶち込むこともできる。そんなことして何なんだ。え、公園にはな、荒っぽい連中がたくさんいるんだよ。連中には連中の規範ってものがある。緑にもその規範ってものを守ってもらわなきゃいけない。警察が出るような仕事じゃない。もしまた緑が連中にいじめられることがあったら教えてもらえますか。あの子があの連中から離れて生きていけるよう、あんたが面倒見れるようになったらな。それはなんなら首突っ込まない方がいいよ。あ、さあ行くぞ。さあ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 、はいはいはい、ほら、はいはい、さあ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 、はい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 。でも教えてください。このまま見過ごすわけには。俺はあの原田っつうんだよ。前に教師やっててな。自分は安城誠司と言います。あ、そうですか。いや、
よろしくお願いします。あ、この放送は資生堂、サントリー、 KDDI、 三菱電機、トヨタ、アース製薬の提供でお送りします。